はい、どうもユニコーンガンダムです。今回は4周年でついに実装されましたユニコーンガンダムを解説していこうと思います。この機体情報量が多いんで、今回はねちょっとパッパと、進めていきたいと思います。この機体ね、ユニコーンガンダムとユニコーンガンダムデストロイモードの2形態があります。でまずユニコーンガンダムのスキルとスペックなんですけども、こちらですね。基本的なスキルは置いといて、まずマニューバーアーマーがないですね。あとダメコンとかっていうところもないので、防御系のスキルはちょっとね貧弱となっております。代わりに能力アップ NTD がついております。この NTD が HP80% 以下の時に、タッチパッドを押すと発動できます。エグザムみたいな感じですね。 NTD 発動後はまたスキルが変わりまして、一段とね豪華なスキルになっております。またマニューバーアーマーもつくので、これ結構安心ですね。能力アップ覚醒というスキルがついてまして、これさらにもう一段階上に変身することができます。能力アップ覚醒を使うと HP6000 回復ですね。また、頭部とね脚部の損傷回復しまして、攻撃力は下がってしまうんですけども、機体 HP へのダメージ 20% 軽減です。これめちゃめちゃ硬いです。ということで、この3段階のね、形態があるんですけども、まあ、一番安定するのはやっぱりこう第3形態というか覚醒状態なのかなと思います。次にスペック面見ていきましょう。まず走行値なんですけども、特段硬いといった印象はなかったですね。なんですけどもアイフィールドについた盾を持っているので、この盾と相まって、まあ、そこそこ硬いのかなっていう印象はありました。またですね、前述したように 20% カットっていうところもあるので、そういった点まで含めて考えると結構硬いんじゃないかなと思います。射砲確保の合計値は70なので700コスト平均となっているんですが、これユニコーン形態はね射砲50確保20なんですけども、デストロイモードになると射砲20確保50と逆転してしまうので、ここら辺は注意が必要です。また機動力に関してなんですけども、これユニコーン形態からまた1段と上がりまして、 NTD 発動するとさらに機動力が良くなります。では次に武器の確認していきましょう。まずユニコーンの代名詞であるビームマグナムですね。こちらフルチャで撃つビームライフルとなっております。爆風がついててとても強いですね。威力も高いので結構射撃戦で活躍できるこのユニコーンモードの時は重宝します。爆風ついてるんでこんな感じで、あ、ちょっと今当たんなかったんですけど、2枚爆風当てすることもできますね。で CT も結構早いですし、チャージも早いので本当に使い勝手のいい優秀なビームライフルだなと感じました。ユニコーンガンダム用ワンブビームサーベル、これユニコーンモード専用のビームサーベルなんですけども、まあ普通って感じですね。なんか特段こう、なんか言うこともなく普通のビームサーベルって感じですね。フォーブバルカン回収3型、これ新しいバルカンですね。結構連射レートも速くて、蓄積力 6% なので、まあ、サイサリスのバルカンにこう使用感は近いのかなと思いました。またですね、威力が高いので結構こう射撃戦しながらこう巻いていくと、まあ、よろけも取れるし、かつこうダメージも取れるってことで、結構このバルカンはね重宝しますね。またユニコーンガンダム対面してるとやっぱりこうダメージコントロールとかないので、こうやってねしっかりこの蓄積力 6% のバルカンを使うと、 NTD 状態のユニコーンでもこのバルカンで止めることができるので、このユニコーンモードの時は積極的に使っていきましょう。ユニコーンモードの最後の武装となりますユニコーンガンダム用ハイパーバズーカ3段、こちら、はい、ちょっと今分かりづらかったかもしれないですけども、3段ですね。はい、こんな感じでポンと、まあ、いつも通りこうねよろけたりよろけなかったりするんですけども、ちょっと蓄積値がね具体的な値分かんなかったんですけども、確認できたところで言うとダメージコントロール1のついた指南樹をよろけ取ることができたので、まあ、そういう点ではね、まあ、全段ヒットすればちゃんと指南樹も止めれるっていう優秀なね、バスーカとなっております。ユニコーンのデストロイモードがねマニューバーもあるんで、そういうのがこう攻めてきた時にこれポンって置いて自衛したりすることもありますね。さあここで体力が 80% 以下になったんですけども、するとね画面の右側に NTD 発動と出てきまして、この状態でタッチパッドを押すと NTD が発動します。めちゃめちゃかっこいいですね。そして、覚醒可能までねこの40秒って今書いてるんですけども、この、40秒過ぎたら覚醒がねまた可能になります。 NTD 状態の、武装をね解説していきたいと思います。基本的にこのマグナムとバズーカとバルカンっていうところの武装は同じなんですけども、格闘兵装が新たに2個増えます。でユニコーンモードの状態のサーベルが使えなくなるので、そこが注意ですね。まあ、ユニコーンガンダム用ワンブビームサーベル ×2 ですね。こんな感じで、はい、すごいスタイリッシュな二種格闘をすることができます。連撃倍率が高いので、こう火力出していきたい時はしっかりこう N 角からね入っていくといいと思います。またですねこの下角がぶっ破性能高いので、こんな感じでポンポンと前に伸びるし、でもねまあ早いわけではないか、まあ、前に伸びるし当てやすいので、そういったところでねこうぶっ破していっても結構強いんじゃないかなと思います。もう一つの兵装がユニコーンガンダム用ワンブビームトンファーですね。これこんな感じで、はい、
ちょっとなんかモーションがねもっさりしてるんですよね。こんな感じで一応連撃しっかり振ることできるんですけども、ちょっとなんかこうもっさりしてる系のねサーベルとなります。なのでちょっとこれはね扱い注意が必要って感じでしょうか。火力が高いのでそういった点でね二刀流と使い分けていくといいと思います。またですねこのサーベルは、ちょっと発生が遅いんですけども、この下角がすごい、火力高いのでそういった点でね追撃兵装として使っていくっていうのも結構いいかなと思います。なんでこんな感じで寝かした後はこういう感じで追撃仕上げるととてもいいと思います。もちろんこの後にも追撃入るんですけどね。さあデストロイモード発動から時間が経ちまして残り HP1 となってしまったんですが、さすがに撃破されるところまではユニコーンガンダム体力減らないですね。そしてこの状態で覚醒を発動するとこんな感じで体力の減少がやみまして、プラス、体力6000回復っていう破格のスキルとなっております。先ほどもね話した通りこう火力はちょっと減ってしまうところはねもちろんあるんですけども、機動力とかはね変わってないですし、ダメージ 20% カットですねっていう効果もあるので、本当にこの形態を目指すっていうのがユニコーンガンダムの立ち回りの一つ重要なところなのかなと思います。では次にユニコーンガンダムの使い方について説明していきたいと思います。まずユニコーンガンダム語る上で大事なのが機体になれるっていうのが一番大事ですね。この機体独自の考えというかこう仕様っていうのがあるので、そういうところをこう考えて使うっていうのが大事になります。でまず一つなんですけども、ユニコーンガンダムのこのユニコーンモードの形態を早く終わらせるっていうところですね。この形態結構弱いんですよね、正直弱いので、ユニコーンガンダムのデストレモードとか覚醒状態へステップアップしていけるっていうのがこの機体の強みなので、そこを目指して、行くっていうのがこの機体大事なところになります。このユニコーンモードだけで言うと多分機体性能は600から650ぐらいなのかなっていう感じがしますね。マニューバーマンもないですし、こういうね緊急回避1回入ったらオーバーヒートしてしまうので、そういった点で見てこうやっぱりこうあんまり強くないのかなっていう風に感じました。じゃあどういう風にユニコーンモードからねデストロモード変身したらいいのってところなんですけども、まず一つ手段として、減らなきゃいけないので、どうやって減ったらいいかっていうと、まあさすがにね敵のこうバズした食らうっていうのはちょっとまあリスキーなんで、こういうところで弾食らうんじゃなくて、こう敵がねちょっと単発の弾撃ってきそうなぐらいの距離、ただこういうところですよね、こうちょっと敵が離れてるぐらいのところでこう何発か即夜明け食らうぐらいの感じで立ち回ると結構いいのかなと思いますね。なんで下角までは食らわないけど、こうちょっと敵の夜明けが何かが飛んできて、まあちょっと当たって減っちゃうなぐらいの感覚を意識すると結構こう安定してデストロイモードに入れるんじゃないかなっていう風に使ってて感じました。なんでこんな感じですね、ちょっと敵がね外してるネタもあれなんですけども、実際の試合でもこんな感じで距離取りつつ即夜明け食れ即夜明け食れって感じで立ち回ってあげるとデストロイモードになりやすいと思います。デストロイモード発動後の立ち回りについては、なるべくこのスペックを押し付けるっていうのが大事ですね。このビームマグナムとかハイパーバズーカ3弾を使ってこの強い二次サーベルを敵に押し付けてはめ殺すなりねなんなりしていくっていうのがこの機体の、強い立ち回りとなります。例えば、まあ、支援機をかめた時は、まあ、怠慢の状態であったらこう二次格闘でねはめ殺してもいいですし、敵にユニコーンモードの機体がいたら、まあ、そのユニコーンにねビームマグナムとかハイパーバズーカ当てて、はめ殺すっていうのもいいかなと思います。まあ、一応敵もねデストロイモードになれる可能性はあるんですけども、ユニコーンモードの時に緊急回避さえ吐かせておけば、なんていうかな BD3 とか BD2 とかで緊急回避吐いた後にエグザム吐くと、あーせっかくエグザム吐いたのにスラスターないわーっていう状況あるじゃないですか。あれと同じ状況を作り出すことができるんで、そのまま一方的にねはめ殺すことができます。なのでね、ユニコーンモードの敵がいたら積極的に狙っていくっていうのはデストロイモードだけじゃないですけど、このゲームのねコストにおいては結構重要な、立ち回りとなってくるのではないでしょうか。またですね、これは立ち回りについてではないんですけども、一つ頭に入れておいてほしいことがあって、例えば第1ウェーブで、自分がねユニコーンガンダムから NTD 発動して覚醒状態とかなった時に、次2ウェーブ目に敵を湧いてくるじゃないですか。で湧いてきた時に敵ってユニコーンモードなんですよ。それに対して自分はデストロイモードとか覚醒状態だと、まあ、パワーマシンがねマシンパワーが勝ってるんで結構一方的に殺せたりするんで、そのウェーブの概念ってところもちょっと理解していくと結構まあなんか強みを押し付けやすいのかなと思います。なので第1ウェーブ勝ったらおまけで第2ウェーブもちょっと有利に進めるって点はユニコーンガンダムのね強い点かなと思いました。はい、といったところでちょっと長くなってしまったんですが、ユニコーンガンダムの性能と立ち回りについては以上となります。結論から言うとこの機体めっちゃ強いっす。700の中でも結構パワーがある部類のキャラかな。ちょっとシナンジュと、まあ、しのぎ合ってる感じはあるんで、そこがどうなるかちょっとまだ確定してないところはあるんですけども、まあ、それとシナンジュと比べられるって時点で、まあ、相当やってるキャラだとは思うんですよね。はい、って感じでユニコーンガンダムですね、この後の立ち回りでも結構ね参考になると思うのでぜひ見ていってください。よろしくお願いします。
格闘倍率の量が出っ放しで画面見えないかもです。ナイスです。採用、杉浦兄貴、デルタ界にもマジナルちゃんともさせてほしいですね。前川ミグマイナス17ビス兄貴、サイコマジックが思ってた5倍と打ってほしい。チャンカズ兄貴、なんで10万700ないのかなどや。ピカサ兄貴、教育型コンピュータ装備するとちゃんとチャットに出るんですね。わら勉強中って見て、ちょ、やばい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 、この TV 発動はできるけども、N が書いてたらワンチャン落としてた可能性ある。もしかしてファンネル使えない今。硬いから結構リペアの重要度高い気するんですよね。マリーさん残ってたの思い出すな。ちょっと参加できますよ。教習機より怠慢強いかもしんねえ。やべ、ごめんなさい。いや、北極の第三形態マジかっこいいな。巨爆が。やべやべ、電話来た。電話来たけど、ちょっと今そんな重要なやつじゃないから出なくていいや。
MD 兄貴、電話に電話、ナノケモノ兄貴、ユニコーン体が変、金運最悪兄貴、勉強すべき、ロッパカットインがミニコイン、金兄貴、おなかいてる、家庭兄貴、連絡だけが妥当でやめられねえんだけど、あ、サーブル振らんかったか。オッケー。サムフランだったか。硬いなマジで。これ死なないんだもんな。勝て。これで勝ち合ってんの感慨深いな。1590。ちょっと減らしてほしい。おへ殺せんか。倒してる倒してる。伐採しよう。ちょ味方ねさ俺は味方のオナホじゃないんだぞ。はい、最強です。